スターおめでとうみたいに、さっき敬老の日おめでとうって言ったら、それは孫が言うことであってあなたが言うものじゃない怒られましたそれはさくらとかあかねが私に言うことであってあなたから老人扱いされたくないあのイースターおめでとうのように言ったら違いましたで、私は小さい頃あなたにちゃんとおじいちゃんおばあちゃんに言いなさいって言って言ったはずよ、うん、でも親がおじいちゃんおばあちゃんになってきたけ言ったら違うらしいです今日学習しましたおかしい、おめでとうって言ったら怒られた、そう母の日に言いなさいって、そうですかいつおめでとう言っていいかもわからない44歳ですなんか未だに怒られてます。だってなんとかのしきたりの本とかなんかとかろくに読んだことがないけんね、いや前昔は読み終わったっちけどね、あの塩月彩子さんっていうのはあの今のお家元じゃなくて前のそのあれね、床体の生き残りやったってあのお家元のお姉さんにやった人ね、この人が書いたあのなんかそういうこうしきたりの本っていうのはあのベストセラーなんですよ。そんなのにこだわって分かるってもいかんけどないですけど、ちょっと、ね、知っとくべきことしたから、こんなのに変えるエヴァの香りを変えるとかですね、終わりなんですよね。実はコモンの残り切りを使ってこんな帯作ってると、すごいな、器用な人はいないよな。泥染めの本場奄美大島さんの、大島紬出品しております。とてもあのモダンな柄ですのでおすすめです。なかなかもうそんなに行ったらなかなめったら入ってきません。なので、おすすめのお始末にです。で、出品画面の全体の写真がすごく白、ハレーション起こしててすごく白く写ってるんですけど、あの本当のお色目はこんなお色目です。このお色目です。とってもモダンな柄です。で、ハッカケがこういうあの渋いオリーブ色ですので、そうですね、50代、60代、70代、ヤコッタイ柄じゃなくてすごくあの渋い色ですので、こんな感じです。渋い色です。で、何丸木か本当は表記したかったんですけど、ちょっと十二丸木ではないと思います。でもあの七丸木以上あると思います。すごく、ちょっとすみません、言葉の表現がちょっとわからないんですけど、適切でないんですけど、あのかなり目の詰まったいい大島ですね。少々ちゃんとついてます。はい。198,000円で出品してます。よろしくご検討くださいませ。で、あの直接お手に取ってご覧になられたい方はあのいつでもあのご来店いただければお出しできますので、ぜひあの直接商品お確かめにいらしてください。待ってます。とてもいい大島が入ってきてます。春町売る買う預ける、春町安くて便利な春町。 JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。